おはようございます、たかしです。本日は4月12日火曜日、ただいま8時57分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在日足はストキャスティクスは高値圏に来ております。過去の高値圏のストキャスティクスを見ていただきますと、そこからの比較的大きめの下落になっておりますので、こういった下落ですね。なので今回もそろそろ下落に警戒というところです。そしてここのヒゲっていうのが週足単位で長い上ヒゲ陰線となっている部分ではありますので、もしここから上昇してきても、この164円のミドルぐらいっていうのは意識されてくるポイントだと考えておりますので、今ここから下落するのか、もう一段上昇してから下落するのかというようなイメージを持っております。現在はこの GMMA との乖離解消に動くと考えておりますので、ここから下落した場合っていうのは、ここでのレンジになる可能性、そして大きめの下落での値幅調整で GMMA に接触するところまで下がってきて、そこから再上昇というイメージを持っております。マクディに関しては方向感がない感じですので、今はいつ下落してもおかしくないなと考えてますので、一旦上昇してからの下落、それとも本日ここからの下落というところで、ストキャスティクスがデッドクロスしてくると、それなりの大きな下落になるんじゃないかと見ております。では4時間足です。現在ここ紫の点線が引いてますが、ここが1時間足の目線切り替えポイントです。ここを上抜けてくると1時間4時間と目線が上に変わるんですけれども、一旦ここは意識されるポイントと見ておりますので、この辺付近まで上昇してきたところでは戻り売りのポイントだと考えております。それは先ほど言ってました、ここのヒゲ先ですね。これが週足のヒゲ先、上ヒゲ陰線のヒゲ先になりますので、この辺一旦上抜けるかもしれませんが、上抜けてもそこはストップ狩りに向かったというところで、そこからの下落になる可能性が高いなとは見ております。今4時間足のストキャスティクスは高値圏からデッドクロス、マックディは方向感がない感じですね。ただストキャスティクスも方向感がなく、ぐちゃぐちゃとした中でのデッドクロス、あまり機能しているとは考えにくいので、4時間足に関してはこの GMM に接触するところまで下落してくると、そこでは反発の上昇が起こっているのがわかるんですが、それ以外は今方向感がないというところで、少しトレードがやりにくいのかなと。ただ日足のストキャスティクスがデッドクロスしそうっていうところで、本日がその日足のストキャスティクスをデッドクロスに持っていけるかどうかっていうところですね。日足のストキャスティクスがデッドクロスすると、それなりの下落になるとは思いますが、もう一段高っていうことも考えられますので、その辺が本日転換期かなと見ております。先ほど言いましたように、 GMMA に接触するところまで下落してくると、そこからは反発の上昇が起こりますので、ただそのここで反発上昇してこの高値を超えてこられるかどうかっていうのはわからないんですが、一旦1時間足でここにエリオット波動をイメージしております。それが今完成したのかなというふうに見ておりますので、そこからの修正波、そして今この緑のエリオット波動ですね、これがもし完成したのであれば、そこからの修正波というところで、2段で大きく下落してくるんじゃないのかなというふうにも考えられます。一応個人的に考えている下落目処はこの辺ですね。158から159円ぐらいのところまで下げてくるんじゃないのかなと。ですので、先ほど日足で言ってたここでのレンジみたいな感じですね、こんな感じでのイメージを持っておりますので、一旦下げ幅としてはここ159円もしくは158円ぐらいのところでの押し目買いを狙っていきたいとは考えてます。では1時間足です。こちらにはオレンジのエリオット波動をイメージしております。で、ちょっと分かりにくいんですが、ここ1、2で3、ここ全体が4波と考えております。で、そこが4波で、そこからの5波、この急激な上昇が5波かなと見ていたんですね。で、今そこから一旦下落してきたんですが、すごく下げ渋っている感がいるんですね。なかなか下げてこなかったというのがあって、今そこから上昇しようかなっていうところですので、ここからさらにどんどん上昇していくっていうことも考えられるんですが、今思っているのが、今この赤いラインですね、ここに反応しているとも考えられるんですね。このラインっていうのが週足での、大きな下落の戻り高値になってきます。で、過去は一度ここでは上抜けてはいるんですが、結局は戻されてますので、この週足のこの、戻り高値っていうところが今意識されて下落してくると考えると、またもう一度ここまで上昇してきたところでは、ここでは戻り売りが仕掛けられるんじゃないのかなと見ておりますので、今はここでのダブルトップ狙いのショートエントリーなんかはエッジが効いていていいんじゃないかと考えてます。
1時間足ストキャスティックスいます。安根県からゴールデンクロスしてきてますので、これ高根県からのデッドクロス、ここが優位性があるかどうかちょっとわかんないんですが、過去の下落はこの感じ、この下落っていうのはここからの下落になりますので、一旦上昇を待つのがいいのかなと。で、この1時間足のストキャスティックスがまだ高根県でデッドクロスするところあたりが次の、ショートエントリーポイントになってくるとは考えております。ので、ここの今エリオット波動が完成からの下落となりますと、一旦この 38.2% もしくはこの4波の安値、つまりこの赤のボックスの下限ですね、なので161円のミドルから162円ぐらい、この辺の値幅で下落してくるんじゃないかなと見ておりますので、今はここでのダブルトップっていうところ、もしくはここ上抜けるかもしれません。先ほど4時間足でしたっけ、お話ししていましたように、一旦最高値を抜けてくる可能性もありますので、ここでのダブルトップと今はイメージしておりますけれども、ここを上抜けてくると直近最高値の164円のミドルぐらいまで上昇して、そこからの下落になっていくのかなというふうにも考えられますので、その辺をめどに、ショートエントリーしていくのがいいんじゃないかと見ております。基本的に対局はまだまだ上昇すると考えてます。168円ぐらいまで上がるとは見てるんですが、今はその調整の下落中というところで、その下落に対しての、戻り売りをここで仕掛けるっていう、そういう話ですので、下がってきたところでは押し目買いで、長期では168円ぐらいまで目指していくんじゃないかと見ております。ので、その辺の、長期と短期のトレードを分けていく必要があると思いますので、その辺を考慮してトレードできればと考えてます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。